はい、お4回目4回目のアンダーワートラベル、何作りましょうか。何作りましょうね。もうネタ切れ4回目にしてちょっとでもまあテクノいいんじゃない。テクノ、そうですね。スタギタさん実はあのテクノっ子、テクノっ子です。元はテクノっ子なんで、ビコビコ言ってるだけで楽しい時代があります。ちょっと原点に帰った感じのやつやってみますか。作ろうと思ってる以上にその場の思いつきをどんどんねやっていかないとね、曲はできないからね。そう、意外とね、スピード感がね、そうスピード感が大事なんで、意外と意外なものができる自分が思ってる。参りますよ。はい、じゃあワンダートラベル第4回目行ってみましょう。はい、ペースをつかむのがね、あれだよね。また恒例の恒例のあのマシン、やめようかな、マシンやめようか。あ、脱マシン。ネイティブインストゥルメンツからは逃れられないと、ね、お世話になっております。プリセットを使いこなす男、プリセット大好き。これ707なの、707のキック。テクノと言って909を選ばずに707を選んだちょっと今までと違う作り方、テンポ早めがいいな。130ぐらいいくか、はい、ダッサ、ダサいね。でもこのちょっと軽い感じは逆に今っぽいよね。今っぽい、うん、はい、やっぱりマシーンに手伝ってもらいます。出ました、これか。スタギターお得意のパラダシ、パラダシ、迷わず行けよ。そうですね。おお、いいですね。なんで乗らないかな。ちょっと待ってよ、右反応してないじゃん。さっきまでね軽快になってたのに、ドラムが。おー、来た来た来た。はい、なんか焦り始めて、焦り始めてますね。開始10分で、もう俺の曲の作り方はレイテンシーありきなんで、それをちゃんとミディで修正すると。すごいめんどくさいね、これは。ミディに翻弄されておりますアンダートラベル4回目、これはあと待とうよ。内蔵のピアノでまずはコードを適当に弾いてるみたいに見えますね。ただこれをスターギターマジックにかかると、本当に適当に聞こえるときやろうかね。いいですよ、音符をね入れることが目的だから。そうだよね、この段階ではね。ちゃんと考えて弾いてる多分なんか皆さん多分ちゃんと作る人ね、レイテンシーとかちゃんと考えてやってると思うんですけど、これインターフェースの設定の問題じゃなくて PC の Mac のパワーの問題ですね。うーん、でも僕はもうこれに慣れてしまっているので、レイテンシーありきのありきの作り方をしているので。メインフレーズ、そうですね、ちょっとリフっぽいやつ、このねちっちゃいのねミスなんですけど、いいから採用。こういう曲調にやっぱりアイボリーは似合いませんね。うん、あ、懐かしい懐かしい。これでも逆に今使ってる人絶対多いですよ。コルクの名義ですね。そう、カッツンカツンのピアノが止まらなくいいんですね。おお、確かに
俺の曲だとダオコのマインドサーフでほぼこれ活躍してる。あれに入ってるシンセほぼこれ。いいね、すごいすごい 90s のテクノ感がする。ドラムを再度打ち込み直し。ちょっと追加です。クラップ追加です。盛り上がったところでやっぱ煽りたいですよね。さあ、本部されております。モチーフラックさんが反応いたしませんね。30分経ちますよ。はい。お。ちょっといきなりっぽくなったね。こうしといて構成を考え始めました。で考え始め、これ余裕なんじゃないですか。うん、そうでもないよ。余裕かな。余裕でしょ。メロトロン。メロトロン。系ですね。読み方あんまし分かってないけど。もうすぐ40分です。ストリングスを。ストリングス追加です。バランス取り始めれる。あ、こういうアウトの設定とか先にやっとけばよかった。アロイ、アロイ2で。もうアロイ大好きですね。お、アウトロがコピペ間違いでいい感じにできた。いつもの作業やりましょうか。いつもの配信バルお得意の、お、あ、来た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 。いないし、どこ行った。でもこのシンバル、うん、最近はそこまでそんなむちゃくちゃ使ってないんですけど、3,4 年前、うん、俺の作る曲全てのシンバルこれでした。たった一つのワブファイルが、そう、ライターの作品を助けるどの曲を聴いてもシンバルが一緒っていう。じゃあその同じシンバル聴いてみましょう。あ、まあ普通だよね。普通シャン。そう、これ目立たないけど、目立たないけど埋もれないっていうのが最高なんですよ。
はい、あと5分です。入れたくなっちゃったさあ最後になって入れたいことが増えてくるというですね。やっぱこれあった方がいいね。うん、勢いがつく。どうしようかな。なんかここもなくそう。あとなんかやばいもん。やばい。やばいよ。いけた。オッケーオッケーオッケー。はい、では終了しまーす。よし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 。お疲れ様でございました。お疲れ様でございました。相変わらず無法になるな本当ですよ。またタイトル考えてない。あ、そうだよ。まあ、じゃあタイトルはどうするんですか。タイトルどうしましょうね。4回目はちょっとナインティーズテクノな雰囲気の楽曲。そうですね、完成しましたが、さあ、下木さん、タイトルどうしますか。サンバイザーそうだな。タイトルカラーズなんていかがでしょうか。カラーズで、じゃあ、はい、参りましょうか。カラーズ聞いてみましょう。聞いてみましょう。いいじゃんってなっちゃった。次来るときは果たしてモチーフが動くのかっていう、ね、はい、そう、残念ながら使えなかったので次回は使いたいです。わかりました。ではあと、また195回195回残ってますんで、はい、アンダートラベル、次回もお楽しみに。お楽しみに。